皆さん、ボンジュー、トシカキューバーです。今年は非常に厳しい相場が続いています。今年の S&P 額は 25% 以上暴落しています。この暴落が長くなるほど疲れてきますね。個人投資家の中にインデックス投資をやっている方が多いと思います。要は投資信託や ETF なので S&P 500に投資している方が大半です。そこで僕もずっとそう言っているんですけども、株価がいつか必ず回復しますので、何かあっても投資を継続しましょう。僕は情報収集のためにいろんなサイトを見ています。その中でビジネスニュースの CNBC もよく確認しています。ただ今回は本当に腹立った動画がありましたので、今日は紹介していきたいと思います。こちらの動画ですけども、個人投資家としては元気の方がいいというタイトルです。ほんまにふざけんなと思いました。要はウォル街は単純に個人投資家を騙そうとしているだけなんです。その理由も合わせて解説していきたいと思います。今日はちょっとプンプンな投資家キューバーですけども、ぜひお付き合いください。今日の内容も必ず参考になるかと思いますので、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。こちらの動画は英語なのでわからない方も多いと思うんですけども、単純にまとめると趣旨は株価がまだまだ暴落します。 S&P 額は今3583ポイントまでに下がったんですけども、ターゲットとしては3000ポイントまで暴落すると見ています。要はこれからも暴落が継続しますので、今保有している株を完全に売却して現金化した方がいいと強調しています。そこで株価が回復し始めてから買い戻すのはベストです。ではそもそも3000というターゲットの根拠は何なのか。株価は PR と EPS の掛け算で決まります。PR は株価収益率、EPS は一株当たり利益です。PR は株価の倍率、EPS はその企業の業績を示します。個別銘柄だけじゃなくて、S&P500 など指数にも使えます。要は業績に対して、どのぐらいのプレミアム、倍率を払いたいのか、PR と EPS で株価が決まります。例えば、EPS は10ドルで、投資家は10の PR を払ってもいいと思ったら、株価は100ドルになります。ただ、今のような相場では、投資家もリスク取りたくないので、例えば倍率が5に下がります。それは倍率の圧縮と言います。そうなると、EPS が変わらなくても、株価は50ドル半分になります。次は EPS も悪化して、5ドルになるとそれは業績の圧縮になります。そこで株価は15ドルまでに暴落します。基本的には株価の暴落の時にこの2つの圧縮が起こります。では今はどんな状況なのか。 S&P 500の PR はこちらです。今年はだいぶ暴落していて 17.85 まで下がりました。ただ、ウォール街の予想は歴史的な平均である15なんです。なので、PR が下がる、つまり倍率の圧縮が続く見込みです。要は PR はまだ 16% ほど下がります。それは株価に反映されますので、暴落が続きます。では、EPS はどうでしょう。今、S&P500 の EPS は203.88 です。ただ、ウォール街の予想は200です。よく話題になっている業績リセッションですね。要は EPS が下がる。つまり、業績の圧縮が発生する見込みです。
倍率の圧縮ほどひどくないですけども、2%の下落です。こちらの PR と EPS の予想から S&P500 の予想を計算できます。PR は15、EPS は200の予想なので、S&P500 は3000になります。4796のピークからすでに3583まで25%も暴落しています。ただ、ウォール街の予想としてはこれからも暴落する見込みです。本当に3000までに下がると、これから追加で16%の暴落です。ピークからなんと37%の暴落です。コロナ初期より大きいです。だからこそ、この方は今売って回復してから買い戻すべきと強調しています。ただ、ここで僕が断言します。こんなことをしようとしている人は投資家じゃなくてトレーダーなんです。要は何かあってもコツコツと投資を継続していて、長期保有する人は投資家なんです。逆に状況に合わせて短期売買をやっている人は、それはトレーダーなんです。全く違うものです。そこで、特にインデックス投資をやっている人は、その前提は長期保有なので、短期売買するのは必ず失敗します。投資の神様、ウォーレン・バフェットさんはこの名言を残しています。10年間株を持ち続ける気持ちがなかったら、10分間でも株元をと考えない方がいい。要は投資家としてお金を増やしたいんだったら、長期保有は成功の鍵なんです。短期売買じゃないんです。これからも下がる可能性がある？それはもちろんその通りです。ただ、それは5%なのか、10%なのか、20%なのか、誰もわからないです。皆さんも最大のリターンを狙って投資のタイミングを完璧に測りたい気持ちはもちろん理解できます。過去の株価を見ると、ここで売ってここで買い戻したらとんでもないリターンになっていたのは間違いないです。ただ、そのタイミングは株価が完全に回復してからしかわからないです。なので、投資とタイミングを測るのは投資の天才以外は絶対に無理なんです。今年の暴落も同じですけども、ピークに売ったとしても今買い戻すべき？それともここ？それともここ？株価の底はどこなのか、いろんな要素が出ている中で全て当たるわけないです。なので、個人的には投資をコツコツと継続していきます。今保有している分はどんどん下がっているのはもちろん痛いです。ただ、株価はいつか必ず回復します。その日を楽しみにしています。それまでに投資できるお金を投資して、配当金を再投資して、資産形成を積極的に続けていきます。皆さんもぜひそうしてもらえたら嬉しいです。長期間にわたって一回も諦めずに投資を継続できたら損する可能性はほぼゼロです。逆に大きなリターンになるはずです。また、短期間で稼ぎたい方は投資じゃなくて稼ぐ力、つまり副業など頑張った方が圧倒的に成果が出ます。長期投資はあくまでも資産形成のためなので、成果が出るまでに時間がかかります。それも忘れないでくださいね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画は良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはツイッターもやっていますので、ぜひフォローをお願いします。リンクは概要欄に貼っていますので、ご確認をいただければと思います。最後に皆さんから何か説明してほしいのがありましたら、ぜひ下の方にコメントしていただければと思います。コメントに必ず回答しますので、
何でも言ってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回で